皆さんこんにちは、イエガーラフト KMT ほのかファクトリーの塩見です。いつもご視聴ありがとうございます。次回からもしばらくっていうところで、皆様に告知をしていた、ライディングレッスンっていうことで、これ、メンバーシップの方々を対象に、スタートしていこうと思います。で、私なりに考えた、ライディングレッスンのお伝えの仕方っていうところで、世の中ね、たくさんの、ライディングレッスンのこうスクールとか、そういうものたくさんこう存在すると思うんですね。で、まあこれもね、対象の方をどこに向けて言えばいいのかっていうところで、本当に例えば、二輪の免許を取ったばっかりの方に向けてお話しするのであれば、もっともっと簡単な、もっともっと基礎的なお話をすればいいと思います。そして、例えば国際ライダーを育てるとか、全日本チャンピオンを育てるライディングスクールっていうのも当然あるかなとは思います。で、今回私が、行っていくライディングスクールレッスンに関しては、私以上のタイムを出せるライダーを育てるそのレッスンってなかなか厳しいものがあると思います。なので、これからサーキットを走ってみようかしらって思われている方、それからサーキットは走っているんだけど、今一歩何かこうタイムアップにつなげるための方法がわからないって言われる方、そういう方に向けて、お話ができていければいいななんて思っております。で、その、足回りの専門店としてやってきた、GMD で培ったその足回りのノウハウと、私が独自にずっと蓄積してきたノウハウっていうところも含めて、足回りを生かしたライディング、それからライディングを生かすための足回りのセットアップの方法なども含めて、お伝えしていければななんて思っております。なので今回のライディングレッスンに関してはかなり広い、期間で行っていく予定にしております。なのでちょっとね、今すぐ見たいからメンバーシップ登録してすぐ、見てはい終わりっていうのではなくて、メンバーシップを登録継続してくださっている皆様に向けて、できれば事細かく、長い期間を使って一つ一つ、捉えていただけるようなライディングスクールっていうのを開催していこうかななんて思っております。なので一つ一つ、お伝えをする中で皆様に一つ一つ練習をしていただく宿題なんかも設けて、やっていければななんて思っております。なので、これから、私もね少しずつ、仕事の合間を縫って編集を行っていきますので、本当にね、1週間2週間に1本とかっていう形での、アップになろうかと思います。そんな感じで、とってもね内容の濃いライディングスクールが開催できればいいななんて思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。で、このライディングレッスン、もともとですね私がツーリングに行った先で皆様と一緒に走りながらインカムをつないで前後ろっていう形で入れ替わりを行って、今まで、体の持っていき方はこうだよ、ブレーキングはこうだよってお伝えしてたことをこの動画配信の中で行っていきます。それからサーキットで実際走ってるライダーをサーキットサイドで、コースサイドで見て、ピットイン後にあそこのコーナーこうした方がもっとスムーズにいくと思うよとかって、口頭でお伝えしていた内容をこの動画で、お伝えしていければななんて思っております。なので、ちょっとね細かく、詰めてお話をしていきますので、多分ね簡単には終わらない、ライディングスクール、みたいな形になろうかと思います。ぜひね期待をしていただきながら、確認をしていただき、で今まで皆様がやっていた乗り方をちょっとね、根底から否定してしまうような言葉が、私の口から出ることもありますし、であくまでこれは、足回りを邪魔しないライディングスタイルとして私が今まで構築してきた、
やり方っていうことになりますので、塩見さんのやり方とは僕は違う路線で行きますよって言われる方は当然違う路線で進んでくださって結構です。そのあたりはね、あくまで私の主観で私が今まで気づいてきた乗り方っていうのをベースにお伝えをしてまいります。というところで、乞うご期待で、待っていてください。ということで今日は、メンバーシップ会員の方々限定の、ライディングスクールということで、開催告知の動画配信となります。ぜひよろしくお願いいたします。この動画期待できると思いましたらぜひグッドボタン、そして、今後のためにもチャンネル登録をよろしくお願いいたします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。お楽しみに。バイバイ。